はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第3弾をお送りします。で、今回はね、この5つの熟語をやっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。じゃあまず1番からやっていきましょう。で、まずですね、最初 be interested in なんですけど、これ interested、 これきっかけ英単語にも出てきたんですよね。で、その時に熟語も紹介したんですが、これ使うとほにゃららに、ちょっと待ってね、画数が多い、興味があるという熟語になります。まあ意味だね、になります。ほにゃららに興味があるです。で、今回一番ちょっと盛りだくさんなのが2番になります。 put on ですね、 put on。 で、これまず意味からいくと、ほにゃらら、ごめん、を着るだね。まあ洋服とかね、put on でほにゃららを着るなんです。で、今回まず一個で覚えてほしいのが、これの反対です。脱ぐだね、脱ぐ。なんで反対マークにしておきます。反対ね。これ初登場かな、反対は。で、よく熟語っていうのは、この aunt と off を変えることで意味が逆になることが多いのね、結構。だから、put off っていけば、あ、脱ぐじゃねみたいな感じがするんですけど、実はそうじゃなくて、脱ぐっていうのは、take off になります。take off ほにゃらら。ちなみに、テイクオフホニャララは、脱ぐって意味と、離陸するって意味もあります。まあ、離陸から飛行機離陸するテイクオフって言いますけど、その意味ね、まあ、テイクオフです。で、まずこれを覚えてほしいと。じゃあ、これおまけね、ここまで、まずテイクオフと、プットオンは覚えてほしいんですけど、この先は任せます。任せるんですが、まず、プットオンに、似てるやつ、まあ、似てるなんで、あ、これ後で消しちゃうね。これ動詞の where です。靴の単語だね、where。で、これはきっかけ英単語にも出てきましたけど、where は、着ているなの。これすごい微妙なとこなんですけど、where は着ているで、put on は着るなんです。これちょっとね、覚えておける。あ、これもね、まあぜひ覚えてほしいかな。で、さっきその on と off、ね、もう切り替えるとって話をしたんですけど、じゃあ、このね、プットオンの逆のプットオフ、もうあとはテイクオフの逆だよね。テイクオンってどういう意味なのっていうのを一応紹介します。ここは任せます。覚えるかどうかは、ではぜひね、あの余裕があれば覚えてほしいですけど、で、まずプットオフですね、ごめんね、まだちょっと風が治ってなくて、プットオフは延期するです。何かの予定とかを延期する。で、テイクオンですね、テイクオンは、引き受けるという意味になります。なので結構このね、プットオンとテイクオフが、もうこの逆になるんですけど、意味としては。そこがね、あの、抜けるというか、間違えることが多いので、まあこれぜひ、ちょっと多いですけどね、まあできる限り覚えてもらえたらと思います。で、次がアフタースクール。ちょっとね、ルが、L が消えちゃった。アフタースクールは、まあ、アフター、ほにゃららの後、スクール、学校ですね。つまり、学校の後なので、まあ、そうやって覚えておくと覚えやすいかな。これ、放課後ね。まあ、放課後っていうキーワードだけで大丈夫です。まあ、放課後にとかいう使い方をしますけど、放課後って覚えとけば、ね、問題なく使えます。で、そう、なんかサイレンになってるね。次が、in order to です。in order to。で、これが、ここね、ほにゃららの部分、まあ、to が来てるんで不定詞になるんですけど、まあ、動詞の原型を持ってきて、ほにゃららするためにという使い方をします。ほにゃららするためにです。で、これは同じものが1個あって、それを紹介します。同じですね。これが、こっちのはね、マニアックですね。どっちかというと、so as to ですね。so as to。個人的にはやっぱりこっちのがよく出てくるイメージがありますけど、まあ同じものなので、セットでね、覚えちゃった方が楽ですね。で、ラストが for a while です。for a while。で、これで、しばらくの間という意味になります。for a while でしばらくの間。
で、これも同じものが、ごめんね、一個あって、For some time です。For some time。これもしばらくの間という意味になるので、まあ、これもね、ぜひセットで覚えちゃってください。はい、今気づきました。ここ青だよね。間違ったね。一応ですね、消すものを青で書こうと、いつも思っていてやってるんですけど、勢いに書いてしまった。まあ、ちょっと気にしないでください。自分が消すマークだけで色書いてるだけなので。ごめんよ。よし、じゃあ今回はこんな感じで、ちょっとまあ、プットのとこね、盛りだくさんになっちゃいましたけど、まあ、関係性があるものはね、セットで覚えてしまった方が、なんだろう、覚える、なんだろう、機会というか、回数が減るので、楽かなと思います。個人的にはね。よいしょ。ちょっと待ってね。あとは青だよね。これなんでこんなにね、消すところをこう、なんだろう、気を配ってやってるかっていうと、何度か消し間違いでね、NG を出していて、英単語とかでね。そう、なので、ちょっと色を変えてやってるんですけど。よいしょ。はい、ということで、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、また次回ね、英熟語、英単語わからないですが、また偶数日にね、アップしていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。